皆さん、こんにちは。東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の山崎です。この動画は、私を指導教員として数学や物理学を研究したい、そしてそのために大学院に進学したい、そういうことを希望されている方のために作成しています。この動画はシリーズものの第2作になっていまして、この動画では私が所属しているカブリ IPM、そしてその所在地である東京大学柏キャンパスについて説明しています。パート0はイントロダクションになっていますので、その動画をまだご覧になっていない方はそちらから始められるのがいいかもしれません。まず東京大学柏キャンパスなんですけれども、東京大学には大きく分けて3つのキャンパスがあります。大学に関して言うと、物理学専攻は本郷キャンパス、数理化学研究科は駒場キャンパスにそれぞれ所属していて、この2つはとても歴史のあるキャンパスになっています。それに対して、カブリ IPM が所在している柏キャンパスはとても新しいキャンパスになっています。所属している学生は大学院生以上となっていまして、研究に基準の置かれたキャンパスになっています。この柏キャンパスの様子を表した写真がこちらになります。この真ん中に写っているちょっと変わった建物が IP ビューで、その両脇には宇宙船研究所、物性研究所などの建物があります。この2つの研究所は隣接していますので、セミナーに参加するなど行き来をすることも可能です。実際私も宇宙船研究所の研究者の方と協調論文を書くなど交流を行っています。カブリ IPM の建物の写真がこちらです。外から見てもかなり特徴的な建物になっていることがわかります。1階には大講義室、セミナー室などがあって、日頃のセミナーなどはかなりそこで行われています。また1階には実験室もあります。2階は事務室や図書室などがありまして、我々研究者が日頃生活しているオフィス、それから一部セミナー室、また大学院生のための院生室などは3階以上にあります。3階には大きな広場が広がっていて、上から日光が差し込んでいて、とても明るい環境です。ここはいろんな方と交流するのにいいスペースになっていまして、私自身も考えが煮詰まったとき、あるいは単に疲れたときなどは、ここを歩き回って考えることも多いです。また、この交流スペースに集まって雑談をすることも多いですし、日頃の議論もここに置いてあるブラックボード、あるいはホワイトボードなどで行っています。カブリ IPM は広報活動にも力を入れていますので、カブリ IPM のホームページに行くと様々な情報が日本語でも手に入ります。カブリ IPM は広報活動の一環として講演会も行っていますので、学部生の方もいろんな講演会に参加してみると得ることがあるかもしれません。また、カブリ IPM のホームページは、プロモーションビデオのリンクもありまして、このプロモーションビデオでは、カブリ IPM、そして柏キャンパスなどの様子が紹介されています。このビデオ自体は主に外国の研究者の方を念頭に置いて作られていると思いますが、皆さんにも参考になるかもしれません。カブリ IPM は世界的に見ても特徴的な面白い研究所だと思いますが、今回の動画に関する限り、大学院として見たときにどうかということを考えてみました。その特徴にはいろいろあると思うんですが、私が今思いついたものをここに挙げてみました。まず一つは何といっても国際的な環境であるということだと思います。英語が公用語になっていまして、すべての事務処理などは英語で行うことが可能です。また、海外からの研究者もかなりたくさんになっていまして、大学院生にも海外からの方が最近増えている。また、海外から短期で訪問される方なども多いですし、いろいろな研究所を海外から呼んで、国際研究会なども行っています。海外から見ても国際的な研究所として認知されるに至っていると思います。その一方でキャンパスを一歩出れば当然ですが日本が広がっています。IPM の中でも日本人同士の時には日本語の会話をすることも多いですし、皆さんが私の学生になった場合には日本語で日常の議論を行うことは当然可能です。国際的な環境で活躍したいという方は当然海外での大学院も念頭に置かれて考えるのがいいと思いますが、カブリ IPM の場合は国際的な環境がある一方で、慣れ親しんだ日本の環境がある。この両方があるという意味で非常に特徴的になっていますので、将来的に国際的な環境で活躍したい方にとっても、カブリ IPM で大学院をするというのは非常に魅力的な選択肢ではないかと思います。実際私も大学院生時代、カブリ IPM に所属して、その時にいろんな海外からの研究者の方と交流することができました。そしてその後、アメリカの大学で博士研究員なども行って、研究の幅を広げることができました。したがって僕自身の経験から見ても、カブリ IPM の大学院には魅力があると言えると思います。一つの特徴として、分野を超えた交流が盛んということです。例えば、物理学と数学の間の交流、あるいはもちろん
物理学の中の違う分野の交流、それから数学の中の違う分野の交流などが活発に起こっています。この交流はもちろん一緒に共著論文を書くなどということもありますが、そこまでいかなくても日頃のセミナーなどは共同で行っていて、聴衆が数学と物理学が混ざっているということはよくあります。また例えば物理学者が数学に関して何か知りたい問題があるときにいろいろ質問することができる環境も備わっています。物理の人が数学に関して知りたい問題があるときに、ものすごく専門的な問いがあるときにはその分野の専門家に直接尋ねるんだとすればいいのかもしれませんが、例えば数学のどういう分野の専門家に聞けばいいすら分からないときに、漠然とした質問を聞くことができるというのは個人的にはとても大きなメリットであると感じています。それから大学院に関して言えば、大学院の方がいらっしゃいます院生室というのは、いろんな分野が混じった共通方式になっています。したがって例えば数学科の学生の方であっても、院生室の中には天文の学生の方とか、それから素粒子実験をやっている方などがいらっしゃる可能性がある。そういう方とまだ若いうちから日常的に交流する機会があるということです。最後になんですけれども、カブリ IPM では学生1人当たりの教員あるいはポスドク数というのは標準的な日本の研究機関よりも多くなっていると思います。これはどういうことかというと、仮に私の指導学生になったとしても、私以外の教員の方を捕まえて質問する、そういう機会が開かれているということです。特に重要なのは教員だけではなくて、博士研究員、ポスドクの数も多くなっていて、しかも彼らの多くは海外から来ています。そういったポスドクの方と交流することもできる、あるいはいろんな質問をぶつけることができる、そういう環境があるというのは、カブリ IPM の大学院の利点なのではないかと思います。